んな胸を張ってね、オールスターに出ていいぐらいの内容を出してますんで、本当はここに野村であるとか清宮あたりが絡んで、こうもっと競争っていう形になれば、ソフトバンクでもう少しこう身近に感じられる存在になっていると思うんですけども、交流戦はちょっと負け越してしまったものの、パリーグ今2位っていうところで、ここまでの活躍ぶりっていうのはこうどのようにご覧になってらっしゃいますか？十分に機能してますし、やっぱり新庄監督がやろうとしたことがもうだいぶチームに浸透してきたなというんですか。荒木さんで言うと、去年からこう日本ハムっていうところですごいこう期待をかけてらっしゃるなっていうところは見て取れた部分でもあるんですけど、そこがこううまくこう機能してきてるなっていう印象ですか？チーム内の競争っていうのがまず一番にあって、あとは若い選手たちがどんどんこう出てきていく、これは他のチームにはあまりないことで、これだけの多くの選手が出てきてるってことは、だからこれは本当に長いシーズン戦っていく上ですごくチームにとっては大事なことなので、それがしっかりこう出せてるんですかね、はい、それは素晴らしいと思いますね。特に交流戦でいうと、水谷選手の活躍っていうところは、いろんなニュースでも取り立てされている部分かなとは思うんですが、こう水谷選手の活躍みたいなところはこうどのようにご覧になっていらっしゃいますか？もう信じられないですよね。だからちょっと前は、去年の今頃っておそらくこの3軍にいたと思って、2軍にすら上がれなかった選手が、いやこれ本当に夢があるなっていうのは、今ソフトバンクにいる若い選手たちがものすごく感じていると思うんですね。何かきっかけでこうなれるんだっていうものをね、すごくこう夢を与えたというか、だからそれはソフトバンクは特にそうですけども、ファイターズに来てやっぱり若い選手たちにもそういうものを与えていると思いますので、彼の活躍っていうのはもう全てにこう全ての野球選手に対して、ね、夢を与えたんじゃないですかね。野球選手だけじゃなくて子供たちにもそうだと思うんですね。この活躍っていうのは今のところこう継続できそうなものなのか、やっぱりちょっとこうもう少し落ち着いていきそうみたいなところで言うと、見立てはどうなんでしょうか？この先おそらく徹底マークされると思うので、かなり苦労はすると思います。そこでどう対応していったり、どういう考え方ができるかで、今後ね、野球選手として生活していけるのか終わってしまうのか、そういうところだと思います。だから、この後半戦ですか、前半っていうかオールスターぐらいもこの勢いでいってですけども、そこでおそらく徹底的にもうミーティング等があると思いますんでね、もう相当スコアラーは情報を集めてると思いますんで、だからそこでどう対応できるか。あと交流戦でいうと最終日に、新人バッテリー細野選手、進藤捕手っていうところもあったりはしましたけど、4回投げて自責点1っていうところで、9大点というところかなとは思うんですが、このあたりの印象というところはいかがだったでしょうか？思ったより投げられましたね。もう少し、コントロールにものすごく不安のあるピッチャーなので、ボールは強いんですけど、だからその辺なんかが最初力みで出るのかなと思ったんですけど、うまくゲームに入れた、それはやっぱり新庄監督の配慮もあって、バッテリーでねルーキーでいけたっていうのは、これはものすごく大きかったと思います。荒木さんも若手の頃は結構こう自分よりも年齢の上の方とバッテリー組まれるケースが多かったのかなとは思うんですが、そのあたりの、やりづらさじゃないですけど、部分っていうのはあったりするんですかね？やっぱり気を使う部分があります。ただ反面、全てを任せられる安心感も当然あるので、どっちとも言えないと思うんですが、キー同士のバッテリーだったことがうまくはまったんだと。でファームでもバッテリー組んでますから、そういう意味ではそのままの流れでいけたんじゃないか。あと直近のトピックスでいうと、オールスターで、日本ハムの選手が本当にほとんど占めるんじゃなかろうかっていうぐらい上位を占めてますけど、ここに関していかがですか？当然ね、北海道で開催されるっていうのも、エスコンでやるっていうのもあるんでしょうけれども、それだけではないと思いますし、これだけこう元気の良さっていうものを出していれば、ある意味選ばれても不思議じゃないし、みんな胸を張ってね、オールスターに出ていいぐらいの内容を出してますんで、だからそういう意味では、ファイターズに絡んでた人間からすると、もうなんか当たり前でしょみたいな、今年ぐらいの活躍をしてれば別に全然不思議でもないよねっていうような感じには見えましたけどね。じゃあもうちょっとこう後逸の選手の活躍みたいなところに触れていければと思うんですが、まず野手の方から言うと、サードっていうところが争い熾烈だったところで、郡司選手っていうところが今座っている形にはなっていますけど、このあたりに関してはこうどのようにご覧になっていらっしゃいますか？非常にバッティングセンスがあります。野球のセンスがある、だからそういうものなので、うってつけというか、で本当はここに、野村であるとか清宮あたりが絡んで、こうもっと競争っていう形になれば、ソフトバンクももう少しこう身近に感じられる存在になっていると思うんですけども、でも、郡司選手がやっぱりこうやって
そのやっぱり野村清宮とかその辺なんかを相当意識していたと思うんですよね。気は緩めてないと思うので、だからそういうこうなんていうんだ、緊張感みたいなものがある意味好調を生んでるんじゃないかなと思いますけどね。相当疲労は溜まってると思いますね。まあ、慣れないポジションというところもあります、ね、ポジションがあって野球のプレーもそうだし、ちょっとこう状態を落としたらすぐレギュラーを取られてしまうっていう、そういうプレッシャーの中で戦ってるっていうのは、まあ、いい緊張感の中でやれてるっていう、いい疲れだと思いますけどね。まあ、荒木さんでいうと、去年から撮影させていただいているときに、あの野村選手だったりとか清宮選手に対して頑張ってほしいっていうようなエールを再三こうかけていらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、なかなかこう出場機会っていうところも得られない中で、ここからこうさらに飛躍していくためには、どういったような部分が必要になってくるというふうにこう考えてらっしゃいますか。もっともっと危機感を感じて、まあ、今も当然危機感を感じてやってると思うんですけども、もっともっと感じて、郡選手だとか、ね、マルジネス選手、その辺のあたりにこう勝負をね、どんどん挑んでもらいたいし、死に物狂いで、まあ、当然やってるんですけども、それ以上にね、みんな頑張ってるんで、この上へ行けるようにチームの勝利に貢献できるような選手になってもらいたいです。他で言うと、タミヤ選手もまあ今打率リーグ2位っていうところで、まあ、継続してキャッチャーもこなしながら早めに試合を残していると思うんですけど、ここの活躍についてはこうどのようにご覧になっていらっしゃいますか。もともとバットコントロールが良かった選手ではあるんですけど、パワーの部分でちょっとこうなかなか一軍のレベルには達しなかったのが、体もやっぱりだいぶできてきたっていうのは彼も言ってたんですけど、昨年田中マー君からホームラン、初ホームランだったんですね。それでもう一気にこう自信がついたっていうような、やっぱりそうやって大投手から出たことっていうのを自信にして、またさらにこう、一軍の試合に出たいという気持ちが湧いてきたと思うので、それが彼のこうモチベーションとなって、キャンプ前ですね、自主トレの時からキャンプ、そしてまたゲームに入ってっていうものでこう臨めていると思いますんでね。で、あと体の疲労という意味では、ファイターズは伏見捕手がいるので適度に休めてるんですよね。もうずっと出っ放しではなく、だからその辺なんかも彼の好調っていうのをキープできてるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、交流戦でいうとチーム打率2割並ぶというところで、まあ、チーム全体としてこう打撃すごい好調かなというところは見て取れるところだとは思うんですけど、ここからこう秋に向けて、まあ、優勝争いというところでいうと、このチーム打撃の状態というのを維持するためにはどの辺がこうキーになってくるというふうにこう考えてらっしゃいますか。なんだろう、今ソフトバンクにかなり、ね、開かれて、それでも2位でいて、今自分たちはこうやってソフトバンクを捕まえようとする位置で戦えてるという気持ちを、これはもう最後まで持たなければいけないと思いますし、今彼らは持ってると思うんですよね。やっぱり自分たちでこうやって今戦って結果を残しているからこの位置にいるんだという自信みたいなのが今ものすごくあると思うので、これはずっと続けてもらえば一気にそんなに落ちてくることっていうのは少ないんじゃないかなと思いますけどね。ピッチャー陣も非常に頑張ってますんでね。だからそういう意味では、チームのこう環境というか空気感はものすごくいい中で今ゲームやれてると思います。エスコンフィールドなんかもやっぱりかなりファイターズが勝ってるので、球場の雰囲気もやっぱり勝ちの中でこの試合を見に来られるという、そういう球場の雰囲気にも今なってるので、だから今はもうファイターズ全体的にすごくいい緊張感空気感の中でやれてるなっていうふうに思いますね。相手も やりづらいそうな、そんな感じで今ゲームは進んでますので、今投手陣も非常にいいというお話もありましたけど、伊藤投手、山崎福也投手でいうとリーグトップの6勝というところも挙げていらっしゃいますけど、このあたりについてはこうどのようにご覧になっていらっしゃいますか。特に伊藤大海投手なんかは今年開幕を任されてね、本当の意味で自分がエースとして、チームを引っ張っていかなければいけない、ピッチャー陣も引っ張っていかなければいけないという気持ちに今年はなっている、試合の中でのピッチングなんかを見ていても、去年まではどこかでこうプツッと切れてしまう部分があったピッチャーだったんですけども、能力があるのに、ただそういう部分っていうのは今年はもう全く見られないので、ものすごくこう精神的にも成長した部分っていうのが今年に出せてるなというふうに思いますね。山崎福也投手にしてもやっぱり今まではオリックスという、まあ、全体的に能力の高いチームとして完成されたチームからチームにいたので、なかなかこう自分がっていう感じにはならなかったと思うんですが、この若いファイターズというチームに来たことによって、やっぱりこうそれも伊藤投手と同じように自覚というか、自分がやっぱりチームを引っ張るというような感じでやれてるのがすごく出てるのかなと思いますけどね。
他の先発ピッチャーも軒並みこう防御率2点台できてるっていうところもあって、先発陣は本当にすごい充実してますよね、12球団通して見ても。そうですね、だからどのポジションを取っても他のチームから他のチームとは引けを取らないし、ソフトバンクと比べても本当攻撃力でねちょっと差があるかなというような感じでいますけど、逆にピッチャー陣はファイターズの方がいいんじゃないみたいな感じですし、ただそれだけのこう戦力になってきましたよね。またあの新庄監督がそれだけの戦力にしましたよね。中継ぎ陣でも一人こうあの印象に残ってるというか、あ、名前挙げたい選手みたいなのがいればお伺いできればと思うんですけど、中継ぎにしても、まあ、最近ちょっと打たれることが 出始めてるんですけど、川野がね、あの位置にいてくれるっていうのが、で田中正義にしても一時状態を落としましたけど、ちょっとポジションが変わったりとかしてまた元に戻ってきてっていうような感じで、うまくこうチーム内でピッチングコーチ監督が操縦してるなという感じしますね。あの辺のリリーフ陣カーノにしてもそうですし、ただあの今年はあの杉浦投手がねかなり補強してきてくれたのが大きくて、その後ろの3人には入らなくてもその前でもきっちり仕事をしてくれたりとか、ちょっとしたビハインドでも彼がしっかり抑えることによってゲームを整えてる、そういうことにもつながってると思います。だからもう誰一人っていう感じでなかなか上げられないぐらいみんながこの状態を上げてるような、そんな感じをしますね。そういった意味でもこうここから先ポストシーズンに向けても期待ができそうというところですかね。かなり期待します。